お忙しいところを来ていただいて、カオルの父として嬉しいです。いいね。興味ねえよこれ以上あいつに振り回されるのも尺だし、軍手取れよ。お前本当につまんないやつだな。自分はどうしたいの、あんな近くにいたのに。あの、こんなに帰って死ぬなんてな。お前さ、辞めるって社長に言ったんだって。何考えてたんだろうね、あいつ。私じっとしてたんだよ。会ってもいつも弁の話ばっかだから。俺はさ、むしろ梨紗子に嫉妬してたよ。死ぬんじゃねえぞ。せめて憎んでくれてたら、自分とは何も関係なく死なれたって方がしんどい。